おはようございます。現在僕はドイツの首都ベルリンに来ております。今見えているのがベルリン中央駅。今回の動画ではこのベルリンで第二次世界大戦を引き起こしたナチスドイツの面影を探していこうと思います。そもそもナチスドイツとは何なのかというのを確認しておこうと思います。ここに書いてありますが、ナチ党支配下のドイツというふうに書かれていまして、ナチ党というのはですね、政党の名前です。その政党が第一党としてドイツを支配していた頃のドイツのことをナチスドイツというふうに言います。その政党の党首がこのヒトラーというわけです。よく勘違いされていますが、ヒトラーが生まれたのはですね、このドイツではありません。彼はもともとはオーストリア人でした。で、このオーストリアとドイツの国境あたりで生まれたんですが、その後ですね、よし僕は画家になるんだというふうに言いまして、このウィーンの方、芸術の都ウィーンに向かっていき、美術大学を受験するんですが失敗で、まあ、このウィーンで浮浪者みたいな生活をするようになるんですが、最終的にはですね、このオーストリアの兵隊にはなりたくないというふうに言って、こっちのドイツの方、現在見えていますね、このミュンヘンの方に移って逃げていきます。そんな時に起きたのがこの第一次世界大戦です。ヨーロッパはこの第一次世界大戦によってもう焼け野原となってしまいまして、たくさんの人々が命を落としました。ヒトラーもこの第一次世界大戦にドイツの兵隊として参加しています。しかしドイツは第一次世界大戦に負けてしまいます。もともとドイツというのはですね、このくらいの大きさの国だったんですが、いろんな国に領土を奪われてしまうわけです。ここにね、黄色い部分があると思うんですが、だいたいこの辺りが奪われた領土。領土を奪われただけでなく、多額の賠償金も課されてしまいました。ここにね、ちっちゃく人がいるんですが、たくさんのお金に潰されている。ここにね、文字があるの見えますかね、ジャーマニーというふうに書いてあるわけです。ドイツが賠償金に押し潰されている様子の風刺画。第一次世界大戦ではヨーロッパではですね、東部戦線と西部戦線といって、東と西で戦っていたんですが、どちらもですね、このドイツが他の国に攻め込んだ先で戦っているみたいな、そんな状況でした。なのでドイツの領土の中では戦闘がほぼ行われていないわけです。ということで、一番ダメージを食らったのはこのフランスでして、フランスの領土内で戦いがあったね。で、このフランスがよし、ドイツをもうこれ以上私たちに逆らわないようにするというふうに言って、賠償金をたくさん課したというふうな感じなんですが、そうなるとドイツ国民としてはですね、いや俺たち負けてなかったじゃんというふうな感覚なわけです。じゃあなぜドイツが敗北したのかという話ですが、それにはソ連が関係しています。第一次世界大戦があった頃はですね、現在とは国境が違うんですが、だいたいドイツの位置はこの辺りというふうに思っていただければいいと思います。で、こっちの西側の方にフランスがありまして、東側の方にはね、今いろいろ小さい国があるんですが、ここの辺りはですね、昔ロシア帝国といった国がありました。で、そのロシア帝国が崩壊し、出来上がったのが初めての社会主義国家であるソ連です。というふうになりますと、ロシアの中で革命が起こって社会主義国ができた、それを見たドイツの国の人々は、この革命俺たちの国でも起こそうよみたいな、そんな感じになっていきます。で、当時第一次世界大戦で疲弊していた水兵たちがですね、この北側にありますキールといった軍港で反乱を起こしまして、そこから一斉にドイツ国内で社会主義革命が始まっていきます。これがドイツ革命です。そんな社会主義革命の裏側にいたというふうに考えられたのがこのユダヤ人です。だからドイツ国民としては、戦闘では私たちの軍は勝っていたんだ、しかし後ろの方からユダヤ人や社会主義者が刺し殺してきたんだ、だから私たちは戦争に負けたんだというふうな考えが広がっていきます。これが背後の一つきといった考え方で、第一次世界大戦でのドイツ帝国の敗戦は戦場でのドイツ軍の敗北によってではなく、ドイツ国内における社会主義者たち、そしてユダヤ人たちによる戦争の妨害や裏切りによってもたらされたというふうなデマです。こうして社会主義者たちによってドイツでも革命が起こり、ドイツ帝国は崩壊しました。そして新しく出来上がった国というのがバイマール共和国というふうに呼ばれる国です。バイマール共和国というのはちゃんとした名前ではなく、ちゃんとした名前はドイツ国というふうに言うんですが、そんなふうにドイツ国というふうに呼んでいたら分かりにくいだろうということで、バイマール共和国というふうに呼ばれることが多いです。そんなバイマール共和国のページを下に向かって行ってみると、ここに首相、一番最初の首相がいるんですが、フィリップ・シャイデマンと書かれています。ドイツ革命は先ほどから言っている通り、社会主義者たちが中心となって行った革命ですので、社会主義者の国が出来上がるんだろうというのは予想できると思うんですが、
その社会主義政党の中でも結構ね、いろんな派閥が分かれていまして、シャイデマンはその中の一人でした。社会主義者たちが革命を成功させ、ドイツのその後をどうしていこうかというふうに考えている間にですね、このシャイデマンは、いや、そんなことをしていたら対抗勢力に先を越されてしまうから、もうここで宣言しちゃおうというふうに勝手な宣言を行います。これが共和制宣言です。で、見たら分かりますかね、窓の向こう側からやってきたシャイデマンが宣言しているみたいな写真なんですが、この窓があるのは現在僕が見ているドイツの国会議事堂の窓です。で、どの窓かと言いますと、ちょっとね、正確には分かんないんですけれど、ここになんか窓の手前ですね、ここになんかプレートがあって、おそらく説明看板が向こうから見たら分かるような感じになってるんだろうなみたいな窓があるんですよ。で、このプレートがあるのは他の窓にはないので、おそらくですが、あそこの窓のことなんだろうなというふうに思います。こうしてシャイデマンの勝手な宣言によりまして、ドイツ帝国崩壊後のドイツというのはですね、共和制が採用されるようになります。しかし、先ほども言った通り、ドイツ国内では背後の一月といった考え方が広まっていました。背後の一月という考え方では、ドイツの軍隊たちは頑張っていたのに、社会主義者やユダヤ人が後ろからそいつらを邪魔したんだというふうな考え方だったので、まあ、このドイツを新しくしていった人々というのはですね、社会主義者なんで、いや、これに対してはちょっと反抗しようよみたいな、そういった雰囲気が出来上がっていきます。社会主義者たちが戦争を邪魔したせいでドイツは疲弊し、たくさんの賠償金を課せられ領土を取られたんだというふうに考えるようになったわけです。この絵はそういった条約が決められたベルサイユ条約の絵なんですが、当然そんな条約は受け入れられないというふうな考え方が広まっていきまして、ドイツ国内では条約に反対するデモが行われていきます。これがデモの様子なんですが、現在僕が見ている国会議事堂の目の前にたくさんの人々が集まっている様子がわかるでしょう。現在僕が立っているこの広場のあたりにはお庭があったのかな、そこにたくさんの人々が集まって、ベルサイユ条約なんかダメだというふうに反対するデモが行われていました。そのような国民の中にある不満、ベルサイユ条約なんか破棄してしまおうという不満ですね、そのような不満をうまく活用したのが先ほど見てきたナチ党でした。つまりヒトラーです。ヒトラーが主張していたのは、ドイツは戦争に勝っていたのだ、社会主義者やユダヤ人が後ろから刺し殺してきたのだというふうな、そういった主張なわけでして、人々の不満を煽っていき、そして怒りを沸き立て、そして最終的にはこのドイツの首相になってしまいます。そしてヒトラーがドイツの首相になってから約2ヶ月後ですね、現在見えているこの国会議事堂が燃えてしまいます。それがこの写真なんですが、まあ、ここに煙が上がっていまして、国会議事堂が燃えている様子がわかるんですが、ヒトラー率いるナチ党というのはこの火事をですね、すごく活用していきます。こちらが現在お話ししているドイツ国会議事堂放火事件のウィキペディアのページなんですが、この事件によって発令された緊急大統領令というふうな、まあ、大統領が出した法令みたいな、そんなものがあるんですが、実質的に国家社会主義ドイツ労働者党、これナチ党ですね、ナチ党以外の政党はもうなしですというふうな、そういったことを決めてしまうわけです。そしてヒトラーは最終的に全権委任法といった、まあ、法律を制定して、で、独裁を開始します。つまりどういうことかと言いますと、ここで起こった火事の犯人を社会主義者の仕業だというふうにヒトラーは断定した上で、実際には50キロの火薬を使っていたところを、いや、火薬は500キロ使われていた、本当に危なかったというふうに過大に誇張して報道したわけです。こうしてヒトラーは共産党や社会主義などをどんどん弾圧していきます。その後に行われた選挙がこの1933年の3月に行われたドイツの国会選挙なんですが、この国会選挙で第一党はヒトラー率いるこのナチ党なんですが、よく見てみるとですね、実は第二党には社会主義政党、そして第3党には共産党、だからこれどっちも社会主義系なんですよ。ということで、ドイツ国民はそんなにヒトラーを支持していなかったということは分かります。議席でいくと、前回は196だったのを92議席増やしまして288、これはどのくらいの割合か見てみると過半数に達していないんですね。この茶色っぽいやつがナチ党です。
だから半分までは行っていないことがわかると思います。この選挙結果から考えるとドイツ国民の半分以上はヒトラーを支持していなかったということがわかるんですが、それでもね、ドイツの中でヒトラーは力をつけていきます。どういうふうにやったのかと言いますと、民主主義の穴をついたわけです。第1党がヒトラー率いるこのナチ党で、2党3党がですね、さっき言ったように社会主義政党なんですが、ヒトラーが注目したのは第4党と第5党でした。ここに中央党と人民党というふうな2つの政党があるんですが、彼らの協力を得てしまえば、政党の力がつけれるというふうに考えるわけです。第1党はこのナチ党、茶色ですが、この赤がですね、第2党第3党の、社会主義勢力ということで、まあ、ほぼ拮抗というか、ちょっと社会主義の方が弱いかなくらいなんですが、まあ、ヒトラーとしては半数を取ってしまえばなんとかなるんで、この第4党と、ああ見えなくなっちゃった、第4党と第5党、この黒っぽいのと水色っぽいの、これらとナチ党の勢力を合わせてしまえば過半数取れるじゃんということに気づくわけですね。ということで3つの政党で連立政権を作ります。こうして議会を掌握したヒトラーは自分の主張を通し始め、そして成立したのが先ほどお話しした全権委任法でした。こうしてヒトラー率いるナチ党がドイツで独裁体制を作り上げていったわけです。で、ここの国会議事堂が燃えてしまったというふうになりますと、新しい議会が必要という話になります。現在僕はこの国会議事堂の目の前にある広場にいるんですが、これが当時の地図ですね。こっちが国会議事堂で、でこっちの方にまた別の建物があったんですよ。つまり国会議事堂とは反対側、もうなくなっているんですが、あの辺りに建物がありました。そっちの建物を国会議事堂の代わりというふうに使い始めます。ということで国会議事堂の反対側にやってきたんですが、なんだろうな、建物じゃなさそうなんですけど、何かの跡があるのか、でもこれちょっと違うそうだなと思っていろいろ散策していたらね、こういう看板を見つけました。もともとここにあった建物というのはですね、貴族が集まるような社交場だったそうですが、その後、戦いを記念する塔が建てられたりしまして、で最終的にはこのようにオペラハウスとして活用されていました。しかしその後オペラハウスは使われなくなります。そして国会議事堂が燃えてしまったことから、使われていなかったオペラハウスをこのように国会へと作り変えていきまして、ナチ党がここでいろいろなことを行っていったようです。ナチスが一党独裁というふうになりますと、国会議事堂は必要なくなりますので、向こうの方にある燃えてしまった国会議事堂はそのまま放置されてしまいます。第二次世界大戦について調べていると、こんな感じのね、完全に悪の組織みたいな、そういったあのナチ党の国会議事堂みたいなのが出てくることあるんですけれども、この写真というのが現在僕が立っているもう何もないこの場所ですね。ヒトラーの宣戦布告演説もこの場所で行われました。で、僕は日本人なんでちょっと関連する場所に行きたいなと思います。第二次世界大戦中に日本とドイツとイタリアという国は同盟関係を結んでいました。それらの国々を枢軸国と言います。ここで日本大使館というふうに検索してみると、まあ割とドイツの首都ベルリンの中心に近い位置に、この赤いピンの部分ですね、ここが日本大使館なんで、ちょっとここ見に行きましょう。この目の前に広がっている森を突っ切った向こう側にあります。これが周辺の地図なんですが、現在地はこの赤い点の場所ですね。ここからずっとまっすぐ行って森を出て、ですぐ近くにあります、ここが書いてありますね、ジャパンと書かれています。現在歩いているこの森は、かつては練兵場、つまりは軍隊を訓練するための場所というふうに使われていました。東京にも代々木公園がありますが、あそこもね、練兵場ですので、この首都の近くに公園があったら、そういった背景があることも多いと思います。今森の向こう側から歩いてやってきたんですが、現在見ている方角が東の方角、向こうずっと見ますとブランデンブルク門が見えています。この門の向こう側がベルリンの市内というような感じです。で、その反対側を見てみると、あちらの方には戦勝記念塔といいまして塔が見えています。
この大きな道を渡った先にも森があります。さっきいた場所はここだったんですが、この森を突っ切っていき、でっかい道路があり、この道路の東側にブランデンブルク門、こっち側がベルリン市内ですね。でこっち側がベルリンの外に向かっていく道で、ここに塔がある感じです。ということで現在地からさらに南の方向に進んでいきましょう。さて森の終わりが見えてきました。ちなみにこの周辺には日本だけでなくいろんな国の大使館があります。ここにはオーストリアの旗がありますので、オーストリア大使館でしょう。ここにあるのはインドの旗だからインド大使館かな。ここにあるのはトルコの国旗、こちらがイタリアの大使館、そして我らが日本の日の丸もこのベルリンに掲げられています。これが日本の大使館なんですが、そのすぐ横にねイタリアの大使館があるという、ドイツの首都ベルリンに日本とイタリアが集まっているというなかなかすごい状況なんですけれど、多分自分の国というひいき目が結構あると思うんですが、日本の大使館はかっこいいですよ。あそこには菊の御紋もついています。しかしベルリンの中心地に日本の大使館とイタリアの大使館が並んでいるという話になりますと、当然ですがこの周辺も第二次世界大戦中は攻撃の対象となりますので、実際にここにも爆弾が落ちたというふうに言われています。この建物に落ちたかどうかは知りませんが、この周辺ですね。ということで戦後はこの建物も荒廃してしまったらしいんですが、現在はこのように綺麗に多分修復したんでしょうね、使えるようになっていまして、現在大使館として活用されています。この日本の大使館とイタリアの大使館とのちょうど中間っていうか間に道があるんですが、その道の名前はですね、広島シュトラーゼというふうに書かれておりまして、敗戦国の2つの国の間に広島という名前の道があるのもなかなかちょっと考えられているんでしょうね。日本がハワイの真珠湾に対して攻撃を行って第二次世界大戦に参戦すると、ヒトラーは確かその3日後だったかな、そのくらいにはもうアメリカに宣戦布告を行っています。日本の宣戦を聞いたヒトラーは大変喜んだそうで、建国以来一度も負けたことがない国が我々の味方になったというふうに豪語したそうです。こうして当初ヨーロッパで始まった第二次世界大戦は日本の参戦により太平洋へと飛び火して、もう本当にね世界大戦となっていきます。このベルリンにはここ以外にも日本に関連する場所がありますので、そこへと向かっていきましょう。ということで今から向かいますのはベルリンを象徴するような場所であるこのブランデンブルク門です。公共交通機関検索してみたんですが、結構ねなんか場所が悪いみたいで、21分かかる割にバスなんだ。ちょっともうそんな感じなら歩いていきましょうか。せっかくなら来た道とは別の道を通っていこうというふうに思ってですね、別の道を通って歩いているんですが、日本大使館から歩いて中心地に向かっている途中に見えてきましたのがベルリンフィルハーモニーの本拠地のようです。音楽に対してドイツが行ってきた功績というのはですね、もう世界的に見ても多分トップだと思うんで、おそらく権威的な場所なんでしょう。再び森の中に入って歩いています。そして森の向こう側に見えてくるのがブランデンブルク門です。もともと税関として使われていたこの門は、現在はベルリンの象徴的な建物として知られており、たくさんの観光客が集まっています。だいたいこの門を入った先がベルリンの中心地といったイメージです。このブランデンブルク門の目の前にある現在僕が立っているこの広場、この広場の反対側を見てみたらホテルがあります。ホテルアドロンというふうに書いてあるんですが、このホテルが日本に関係のあるホテルです。第二次世界大戦中の外交官として松岡洋介といった人物がいるんですが、その松岡洋介がベルリンに到着し泊まったのがこのホテルアドロンです。彼が来た時にはこの目の前にあります大通り、この左右に日の丸がずらっと並んでおりまして、大変な歓迎を受けたということが映像として記録に残っております。その訪問の際には現在僕が見ているこのブランデンブルク門には大きな日の丸の旗がたなびいておりまして、その下を松岡洋介が通っていきまっすぐ進んでいきます。
さすがナチスと言いますか、こういう演出はめちゃくちゃかっこいいです。松岡洋介がこのドイツを訪れた理由というのはですね、当時ここにあったソ連ですね、そのソ連と日本が中立条約を結びたいから、ドイツにそれを仲介してくれというふうな、そんな感じだったんですが、もうその頃にはすでにドイツの、総統であるヒトラーはよしソ連と戦うぞというふうにほぼ心を決めていましたので、まあ、そんな仲介はせずに、松岡洋介はその後ですね、モスクワに自分で行きまして、もう自分の力で日ソ中立条約を勝ち取っていきます。しかし松岡洋介が勝ち取ってきた日ソ中立条約というのはですね、その直後にドイツがソ連と戦争を始めましたので、もうほぼ意味がなくなってしまいます。この周辺を見てみますと、向こうにはアメリカの旗がありまして、そしてその反対側を見てみたら、あちらにはフランスの旗、そしてさらに奥の方を見てみると、あそこにたなびいているのはロシアの旗で、ちょっとねこの場所からは見えませんが、このホテルの裏側にはイギリスの旗が見えています。つまりこの周辺には第二次世界大戦で勝った方の国、連合国の大使館がたくさん並んでいる、そんなエリアです。そしてこのイギリス大使館がある通り道ね、車が通れなくなっているんですが、この通り道がウィルヘルム通りといいまして、かつてナチスの官庁街があった通り道、歩くことはできるので歩いていきましょう。当然ですがほとんどの建物は残っていないんです。しかしたまにねこんな感じで看板があったりしますので、まあ当時のことを勉強しようと思えば勉強はできるというふうになっています。この建物の上の方に1901から1903というふうに書いてあったんで、あこれもしかしたら第二次世界大戦当時もあった建物じゃないかなと思って、あそこの看板を見に行ったんですが、その看板に載っているところを見てみると、国家社会主義者、これつまりナチ党ですね、そういったことの下では、その当局は帝国科学教育公教育省として知られていました。日本でいうところの文部科学省みたいな、そんな感じでしょうか。だからこの建物もかつては使われていたんでしょう。よく見てみると柱や壁に修復した跡がねいっぱいあるんですよ。このベルリンという街は第二次世界大戦のヨーロッパ戦線で最後の決戦の舞台となっていますので、おそらくその時の傷を修復したものだと思います。これがかつてこの周辺にナチスの官庁街があった頃の地図なんですが、先ほど一番最初に行った広場というのはこの角にあります。ここに点があってぴょっと伸びてるんですが、ここにホテルアドロンと書かれておりまして、そのホテルから曲がってきたここがウィルヘルムストリートと書かれています。じゃあ70番はここですね、イギリスの大使館というふうに書かれていまして、ここがロシアかな。で載ってはいないんですけど、さっき見ていたあの文部科学省みたいなのはここにあります。で今からこの道をずっと南の方向に進んでいきますので、次に見えてくる建物というのが72とか73、多分これ番地だと思うんですけど、何があるんだろう。72は帝国省栄養農業と書かれてるんで、まあ多分なんか農林水産省かなんか、そんな感じのやつがあるんでしょうね。で73番が帝国大統領官邸だから、まあこの辺りに農林水産省があって、でその先に大統領の官邸があったのかな。現在は普通にアパートになっていまして、で1階がなんかレストランとかそんな感じなんですが、たまにこんな風にね当時の建物の写真やそして説明が書かれています。ここには72番地というふうに書かれているんで、まあ、農業関連の何かがあってたんだろうというふうにさっき話したんですが、見てみるとどこだっけな、1933、ここら辺ですね、ドイツ帝国の農民指導者が大臣を引き継ぎましたと書いてありまして、まあ、ここがさっき言っていた場所だろうというふうに予想がつきます。当時の建物こんな感じなんですね。もう現在とは全然違うので面影はありません。そして次に出てきましたのが先ほど言っていた大統領官邸ですね。当時はこんな建物だったそうで、中身の写真もここに展示されており、まあ、これは多分なんか大統領かなんか偉い人が出てきてるところなんでしょうけれど、結局ねこの辺りもドイツの最後の決戦であるベルリンの戦いで
たくさんの被害を受けましたので、このようにボロボロになってしまいまして、最終的には解体され、現在はアパートになっています。今見ていたのが73番地ということで、73番地の大統領官邸の次はなんかよくわからないな、外国人 AML 海外の事務所、帝国首相宮殿。74番地にやってきたらまた同じように当時の写真が載っていまして、で翻訳してみたところですね、これは、1919年までこの建物は首相官邸から誕生した帝国内務省の本拠地でしたというふうに書かれています。もうこの辺りはどれも同じようなアパートになってしまっているので、まあ、見ていてその当時の様子というのは分かんないんですが、その反対側を見てみたらね、また何やら修復した跡がたくさん残っている建物があります。だいたいこういう見た目をしている場合は昔の建物が残っているという感じでしょう。ということで近づいてきて看板を見に来たら、あ、当時の写真があって、もうねそのまんま残っているのが分かります。で下の方を見ていったら、あ、この人顔知ってんなと思って見ていくと、ルドルフ・ヘスが使っていた事務所だそうです。で看板のところ下の方がだいたい第二次世界大戦あたりなんですが、どこだっけな、ナチスが政党を握った後、総統代理ルドルフ・ヘスとそのスタッフがこの建物をベルリンの事務所として使用しましたというふうに書かれています。ルドルフ・ヘスというのは誰かと言いますと、下の方に書いてあるんですが、ナチ党の副総統と書かれておりまして、まあ、ヒトラーの代理を行うような人物、つまりナンバー2みたいな、そんなイメージでいいと思います。こんな感じで現在僕が歩いているウィルヘルム通りはかつてナチスの官庁街だったということがわかるんですが、まあ、おそらく一番有名なのがこの辺りにあったはずですかね。この77番地がかつてヒトラーの邸宅があった場所です。解説の看板を見てみると、ここにアドルフ・ヒトラーの邸宅として使用されましたと書かれておりまして、そして拡張工事を行い、この下に防空壕を建設しています。それがいわゆる総統地下壕で、ヒトラーはそこで自殺しました。総統地下壕はこの建物の裏側にある駐車場あたりだったというふうな話が残っているんですが、ちょっとね今日はとりあえずそっちには行かず、また明日見ていこうと思います。そして前回ここに来た時になんかすごい建物があるなというふうに思って気になっていたこれなんですけれど、どうやら調べてみたところ、これはドイツの航空ショーだった場所だそうです。当時の写真はこんな感じで、おそらくこの周辺では一番綺麗に残っている建物ではないでしょうか。航空ショーで有名なのがこのヘルマン・ゲーリングで、彼はニュルンベルク裁判で最終的に死刑判決を受けますが、独房の中で毒を飲んで自殺しました。ナチスの建物はだいたいこんな感じでね、なんか白い石ででかい建物を作るみたいな、そんな感じの傾向が強いですよね。